日本ドリーム観光は、かつて存在した、レジャーエンターテインメントの総合観光企業を、大阪証券取引所一部に上場していた。昭和の工業士こと、松尾国産が経営に当たった。松尾の死後、経営権争奪戦が起こり、1993年に、中内率いる大英に九州合併された。以下は、ガジュエン観光株式会社が経営するホテルである。 大阪歌舞伎座と上方歌舞伎大阪歌舞伎座は1932年会場。千日前楽天地の跡地に建てられた地上7階建て地下1階のビルの1から4階を占めた。3000人収容の大劇場ながら東京歌舞伎座よりも舞台設備が充実しており客席も芝居が見やすく設計されていてまさに上方歌舞伎の伝道であった。 初代、中村元次郎もケラ落としの際、ほんまに、夢のようだすとコメントして、この豪華劇場の誕生に関類したという。1000日、土地建物が、劇場の経営にあたり、小畜の工業による上方歌舞伎が、定期的に上演された。翌1933年には6階に、アイススケート場を併設。劇場横の飲食店が立ち並ぶ横丁は、 ジ次郎横丁と名付けられにぎわった。太平洋戦争敗戦後の1945年10月、6階のスケート上等が占領軍向けの特殊案書に改装された。1954年、爆発的な戦略ブームに乗じた関西小地区の役ぶりへの不満が爆発して紛争が続発。 肝心の中村戦略も宝塚映画との契約後小畜の劇場への出演が激減したので、上方歌舞伎の観客動員力は急速に低下した。このため、不採算物件と化した大阪歌舞伎座を御堂筋に石川へ縮小移転することとなり、1958年4月いっぱいで閉鎖され、建物は内部を改装して複合商業施設。 千日デパートとなった。この1958年1月工業より、工業主体は、小畜から千と地工業に変わっていた。大阪劇場と大阪劇団についての詳細は、大阪日本歌劇団を参照大阪は、大阪小畜歌劇団の略称。笠木静子、慶町子などの大スターを生み出したことで知られる。 1922年宝塚少女歌劇の成功に刺激された白井松次郎が松竹楽劇部を編成。翌1923年に落成した道頓堀大阪松竹座を本拠に活動を開始した。1926年日部と洋部を設置した春の踊りが成功。1928年の浅草松竹座での公演の成功は 東京小畜学劇部誕生のきっかけとなった。1934年小畜学劇部の運営を委託された千と地は、これを大阪小畜少女歌劇団と解消するとともに、前年の1933年に開場し、同年千と地が取得していた1000日前、東洋劇場を大阪劇場と解消して、新生オスクの本拠地とした。 大阪劇場は実演と映画の日本盾が工業の建前で、実演は、オスクのレビューか人気歌手の歌謡賞や映画俳優の演劇、映画は、松竹映画を上演した。1943年劇団名から、少女を省いて、大阪松竹歌劇団とし、同時に、英字略称を廃止した。従って、大阪という略称が公に使えるようになったのは、 戦後のことである。1950年以降近鉄あやめ池遊園地で定期工業を行うようになったことから近鉄と縁が深くなり、1956年には大劇内にあった養成学校があやめ池に移転した。1957年大阪は小築本体から分離し、小築近鉄、千土地工業を3社の出資による、 株式会社大阪小竹歌劇団が運営することになった。1963年親会社、千土地の日本ドリーム観光への編成外に伴い、大阪も、社名、劇団名ともに、日本歌劇団と解称。この頃から人気に、陰りが見られるようになったが、同年3月には大劇舞台での深夜稽古中に、舞台装置が点灯する事故があり41名の、 劇団員が重軽傷を追う惨事となった。1967年ついに大阪劇場は閉鎖、NKD はあやめ池園境内劇場に完全移転した。1970年、NKD は大阪日本歌劇団と解消して愛着のある大阪という略称を復活した。翌1971年、小区の撤退、朝日放送の資本参加を機に、 大阪の経営権は、完全に、近鉄側が掌握し、日本ドリーム観光は事実上大阪から手を引いた。恵比寿橋小畜と戦後の情報演芸戦後、情報落語の復興を目指し5代目、小福亭小閣らが、定期落語会を模様していたのを、小畜及び戦土地会長の白井松次郎が着目し、四つ橋、文楽座で、 松竹主催の落語会を興行したところおおね好評だった。白井は、戦前から、演芸進出を企み、一時期冒険の新興記念間に演芸部を設けて、演芸王国の吉本工業に対抗していたが、戦後は吉本が、演芸から撤退していたこともあり、情報演芸復興を旗印として漫談化。花、月亭クリマルを中心に芸人を掌握。 1947年、千土地が経営する映画館、恵比寿橋小区を演芸場に改装して演芸工業を開始した。1957年に恵比寿橋小区を閉鎖。代わりに同年大阪歌舞伎座地下の映画館を改装して歌舞伎地下演芸場を開場したが、これも翌1958年大阪歌舞伎座の改装と共に閉鎖。 この時までに出演していた芸人の多くは、所属事務所の関係で、道頓堀角座に出演することとなり、残された千途千属の芸人は、京都、新京極にあった、映画館、京楽劇場を、演芸場に、改装の上出演した後、千日デパート6階に、完成した千日劇場に出演することになった。千日劇場は1969年まで営業を、 続けたが、吉本、小畜芸能の台頭と引き換えに衰退し、千日劇場、閉鎖と共に日本ドリーム観光は、演芸から撤退した。大阪新歌舞伎座と、歌手芝居大阪新歌舞伎座は、大阪歌舞伎座の代替劇場として1958年に映画館、南波大江の跡地に建設された。観光劇場と名打ち、当時松尾社長が標榜していた。 観光立国の牽引役として桃山作りの外装や豪華な内装となったが、舞台装置は敷地上の関係で、歌舞伎舞台特有の周り舞台が設置されず、代わりにスライディングステージを設置することトークシーンの設計となった。名称は、旧歌舞伎座の後継劇場であることを示す、大阪新歌舞伎座としたものの、松尾は建設当初から歌舞伎を上演することよりも、 劇場の維持発展を先日に考えていた。松尾は大劇で行われていた人気歌手や映画俳優の実演に目をつけ、彼らを座長に据えた演劇工業で観客動員に成功したため、歌舞伎、新国劇、新派を順次排除していき、映画、演劇界のスター中心の座長芝居と歌手芝居を月替わりで上演して業績を安定させた。 とりわけ人気歌手を舞台に上げて演劇を行わせる歌手芝居の興行スタイルを確立して成功を収めた。しかし、このことはまた、この劇場が歌舞伎をやらない新歌舞伎座と揶揄され続け、実演主体であった大劇の寿命を縮めるという負の結果をも生んだのである。とはいえ、自身役者の経験もある。 松尾国さんと市松園剣士の芸名で達者な女役者として知られていたその妻松尾鳩も子は歌舞伎にも愛着があり、その在世中は最低でも1年に1ヶ月は歌舞伎工業を行っていた。しかし、1988年大映画経営の主導権を握ると市川猿之助一座以外の歌舞伎は舞台に上げられなくなり、 1993年に日本ドリーム観光が大英に九州合併されて2年後の1995年2月の猿之助歌舞伎を最後に1ヶ月単位の歌舞伎公演は全く行われなくなった。一方、座長芝居と歌手芝居のうちでは会場以来約50年の間に次第に歌手芝居が優勢になり、さらに晩年では川中美幸、中村光子、 天道よしみといった大阪に縁の深い女性縁家家主中心の工業を展開していた。大阪新歌舞伎座は建物の老朽化のため2009年6月30日をもって閉館。運営会社の株式会社新歌舞伎座では近畿日本鉄道が上本町に建設中の商業ビルの上層階へ移転の上再開場すると案内し2010年9月 上本町ゆふら六階に移転の上再開場した。1933年頃の写真。向かって右が大阪歌舞伎座、左が足部劇場。ありがとうございます。